キャミー狭けん。いやいや、そんな君たち、こんなとこでそんな言えないっしょ、何使うかとか。最終日。何使うかはさすがにまだ言えないよ。繋いだ。繋ぎました。繋いだというか、いろいろあって繋がった。まだあるらしいです、なんと。全勝はできなかったけど、紆余曲折あり、他のいろいろありで、自力はないですね。もう人任せ。次はそうですね、ラストマチャですね。3勝、まあ要は3勝4敗抜けがあるらしく、5勝してるガチ君は1位オア2位が確定で、水葉が4勝してるから3位以上は確定かなって感じかな。ガチ君に1本でも取ってたらって感じか。あと梅さんか、梅さんが何ポイント取るかやね。だいぶ細いけど、あ、そうですね。ただ3位が可能性出たってことで、最下位の可能性がまだあります。なんだかんだ、その、ドグラが水葉に勝って、梅さんがサコさんに勝ったおかげで、その、サコ、ドグラが3勝止まりになってるから、まだ可能性があるんだけど、ただそのせいで、最下位の可能性もあるっていう。どっちを取るかやね。最下位じゃないのを取るか、3位の可能性がある方を取るか。そら、3位可能性ある方を取るでしょ。俺、初日なんで 0-3? まあ、今日はまあいいだろう。今日は、てかこうなってくると、今日、あれやな、まあ、ガチ君戦ちょっと 0-3 食らっちゃったけど、3-1-3-0 で得失点取れてたのマジでかいな。ラシードにはもともと竜の予定ですね。まあ、ここまで来たらもう剣で。剣 T 来てますから。1位、2位が決勝リーグに進出で、3位が一応なんかこう、決定戦みたいな。各ブロックの3位で決定戦をやるっていう。まあだから3位まで残れば、まあ1位、2位が激アツ確定決勝リーグなんですけど、まあ3位でも、まあ、組の皮は繋がるって感じ。だから一応その、もう俺は1位、2位はないんで。ただ全然、この状況で3位ないっていうのは、全然ありえた。ありえたというか、9割方、ない日だったんですけど、今日は。俺は全勝しないと。ただ、まあ、紆余曲折あり、他のいろいろね、噛み合わせが、巡り巡って、一応、3位があるという、激アツですね。3-0 取っても、他だね。他依存。いや、3-0取ったら、得失点で抜かれることはない。です。だから得失点は、俺は結構いい位置にいます。ガチ君の0-3が痛かった。まあ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 ね。まあでもそれを言い出すとみんなそうだから。え?サコさんいた?あ、いた。勝ってや。サコさん、負けてや。ナオ君は負けてくれ。俺は勝つ。ナオくんは負けてくれ。それで手を打とう。ナオくんが負けてくれると言うなら俺は勝つよ。でもサコさんが勝つと言うんだったら俺は。え、日曜日だよね、次。まあ俺はキャミー戦ですね。言うてキャミー戦。マチャは対策大変だろうね。何使うか分かんないもんね。キャミー狭けん。いやいや、そんな君たち、こんなとこでそんな言えないっしょ、何使うかとか。最終日。何使うかはさすがにまだ言えないよ。どっか一勝できてれば、勝てれば3位やったよ。3位以上やった。まあ、よくあるんだよな。あるある。あそこ勝ってれば。いや、さすがにね、高望みしすぎですわ。初日0-3で終えて、まだこう、この、土曜日、1日をこう、
モチベ高くできるの。いやもちろんあのねリーグに出てる以上ね応援してくれてる人がいるんで、まあ目なしになっても最後まで全力でやるっていうのはまあ変わらないんですけど、まあとはいえね、やっぱり目があるかないかで変わってくるんで、まあそういう意味ではまあ目があるっていうのはいいですね。どうやったら抜け、俺はマチャに勝って梅さんに得失点抜かれずにボンドグラでボンが勝ってサコミズハでミズハが勝てば3位抜けですよ。 10% ぐらいはある。まあそう、割とあります。3-0 条件みたいなのがないから、あのもちろんその 3-0 取れたらより確率は上がるけど、まあとりあえず勝つ、まあ今日と一緒ですわ、とりあえず勝つ。誰対策が一番時間かけました。特定のキャラは特に対策してないですかね、今回は。どちらかというと自分の動きを、連動を高めることに注力したので、逆に言うとちょっとキャラ対できてない組み合わせとかがちょっと怪しかったですね。ドグラはずっと竜対策してた。使わないでしょ、これ。この T シャツ着てるやつが竜は。もう余計なこと考えない方がいい。いや、このね、何本っていうのはちゃんと把握しとかないと、おっしゃーっつって3-2で、だって3-2正直意味ないから。3-2で勝つことって。本当に抜けることをちゃんと考えたときに、3-2勝利って意味ないんですよ。で、その3先をどう勝つかっていうのは、やっぱいろいろプランがあるわけじゃん。なんか3-2で勝つ。戦い方ってやっぱあるんですよ。相手に2本を上げてもいいけど、でも俺3本取るよっていう戦い方と、もう 3-0 で圧倒して勝つっていうのは戦い方で変わるから、そこをちゃんとね把握しとかないと、なんか普通に 3-2 のプランでいっちゃったら相手2本取らしてもいいよみたいな、ちょっとね布石でちょっと昇竜パナしてみたりとか、ちょっと球多めに打ってみたりとか、早い、それ全然飛んでくるのね。でも最後の1本俺が取るよみたいな動きって、まあ実際あるんですよ。まあその捨て試合じゃないけどさ、布石、この試合はちょっと布石にして次勝つ可能性を上げようっていうのはあるから、まあそういう意味ではそのちゃんとそれを知ってるかどうかは、 3-2 がダメなんであれば 3-2 は狙わっちゃダメだから。でもまあそうやね。まあそれを狙った結果、じゃあ、そういうなんかちょっと前のめりで行っちゃった結果負けちゃいました。で、他の試合とかもいろいろあって、結果最下位になっちゃいました。もうそれはしょうがなくない？ちょっと、さすがに俺ここまで来たら、3位狙いでいきます。仮に最下位になったとしても。3位にならなくていいから最下位は免れようよりは、最下位になってもいいから3位狙う方が絶対いい。2本取られた時点で這いつくばるように、最下位脱出を狙いに行きますけど、すいませんでした。もう偉そうなことは大きい口は叩きません。勝たしてください。藤村と練習しないですか。まあ藤村も試合あるからね。なんかお互いの藤村の相手が剣ですとかだったら、剣かどうか分からんけどね。まあ藤村の相手がね、セスとか竜とか剣とかアレクとかファンとかルシアとかコーリンとかゼクーとかだったらいいけど、カリンなんで、まあそこのね利害関係が一致してたらあれですけど。確かにマチャナウマンとやるじゃん、その理論だと。ナウマン桜使おう。まあ俺剣使うか分からないけどね。